わあ、男前、はい、ゴリラ。いや、V 方針、まさかこんなところで会えるなんて思ってなかった。嬉しい。嬉しいよ、荒木高め。おー、フォーリッシュ。おー、いい体。これから激坂チャレンジしてきます。よろしく、マンドリルです。イエー。Hey guys, we have a gift for you. Yes, PJ 荒木田亀の筋トレ、貴様らに教えてやる。できるか？懸垂20回余裕マンドリル。それは、これのおかげだ。腹圧、荒木田亀の腹圧。3、2、1。これがスクワットだ。スクワットがあれば懸垂20回余裕マンドリルいっちゃう。最強のオールラウンダー荒北仮面パイセンの秘密は根幹、体幹を支える腹圧にあり、そしてハンドルを引っ張るときに必要な筋力はこの懸垂で育てます。 1 2 3 4 5 6 7 15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 
ひどいです。18回やったつもりなのに15で止まりました。次回 To be continue。 Yes、 バイバイ。アラキタ仮面。はい、そんなわけで今回は、この PJ アラキタ仮面パイセン、最強の腹圧と、腕力を誇る最強のアラキタ仮面パイセンが、この筋力を駆使してどのようなヒルクライムができるのか、皆さんにお見せしたいと思います。これからチームアリーベデルチの江戸翔平さん&タカさんと共に千葉県某所にある激坂チャレンジしてこようと思います。場所はね、秘密なんで皆さん探し当ててみてください。この動画の中にヒントはたくさん隠れています。イエス。それじゃあ PJ 荒北仮面筋トレ後のヒルクライムアタックチャレンジいっちゃいまショータイム。イエス。荒北仮面、本当はこの上も行けるんですけど、どうしますか？すげえ、何この坂。体幹を支える最強の腹圧とハンドルを引く最強の腕力を兼ね備えた荒北仮面パイセン、激坂をハイケイデンスクライムでクリアマンドリル、なかなかやるじゃない、やばいんじゃない、イエーフー。荒北仮面。そして荒北仮面とは対照的に重ギアでゴリゴリ回す九州の鬼ヒルクライマータカさんの走りをご覧いただこうマンドリル。先行する江戸翔平さんを男ギアで追い詰めるタカさんの姿、まるで魔人のようだ、やばいんじゃない、ふうわかっこいい、タカさんかっこいい、江戸さん頑張れ、タカさんに追いつかれちゃいました。そして、細い道で追い抜くのは危険なんで、タカさんはここでは抜きません。後ろから高みの見物、タカさんなかなかやるじゃない、イエーフー。江戸さん疲れてます、イエス。アラキタ仮面、今日の動画楽しんでもらえましたか？もし楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録よろしくマンドリルです。それじゃあ貴様らみたいな貧脚庶民サイクリストにも良きサイクリングライフ訪れること、 PJ アラキタ仮面心から願ってます。次回の動画でまたお会いしましょう。アリーベデルチ、荒北仮面はヒルクライムしながらクールに去るぜ。 Yes、 バイバーイ。 OK。